亀、少しは手伝えよ。やめてはん、やめてはん。待っててね、今スクリーンに出すわ。アキラくん、ミキちゃん、しばらく見ないうちにこんな変わり果てた姿になっちゃって、なーんちゃって。分かってるよ、ラジコンの偵察機だろ。それよりどうだったの？話し合いはついたの？ダメだった。承服できないね。俺以外の神など認めない。リョウ、ここは子供の世界だ。まだやり直しが効くんだ。デーモンと人間も、デビルマンとデーモンも、ロボットとだって仲良くやってけるんだよ。このまま戻ってもまたお前と戦わなくちゃならない。子供の世界だと、俺と戦うだと、戦って勝てるつもりか。神たる私に、お前を作り出した私に、大魔王サタンに。お前は満足だというのか、このゲビタギャグとパロディの世界が。ごめんよちゃん、だいたいオラはギャグ向きのキャラクターじゃないが。そうでもないと思うけど。この世界が俺たちに与えられた運命なら、この世界をより良くすることが。おかしや。あんたたち人間は自分の世界を管理しとられやんと思っとったども、できなかったやろがいね。この世界を征服するがにしろ、元の世界に戻るがにしろ、わたいに従うがなら生かしたってもいいがよ。ごめんだね、ただ生きてるだけなんて意味ねえよ。俺は俺のままに生きてやる。かっこいい。俺は俺のままに生きてやる。きれい。本当バカにしてんじゃないのか。うん、してないしてないしてない。うん、消せない。自分の言ってることが分かってるの？戦いが始まるのよ、みんな死んじゃうかもしれないのよ。そんなの分かってるけどよ。けどよ、人の言いなりになって生かされるより自分の意志で戦う方が正しい。なーんちゃって。それで死んじゃっても？それで死んじゃってもだ。死ぬの嫌だな。行ってくるぜ。気をつけてね。任しとけ。
あんたもなかなか頑張るね。でもそろそろ引き返した方がいいよ。戦闘に巻き込まれちゃうぜ。アキラ君、私たちもっとすてらかに生きてちゃいけないの？だってこの世界はそのためにあるんでしょ？すちゃらかね。この世界になんで人がいないか考えたことあるか？これ作ってる人が書くのめんどくさかった、そっかもしんない。なんだったんだ今の。自分の意思っていうかこだわりを持ってるやつしかこの世界は来られないんだ。もし俺たちを生んだ神様とやらがいるなら、この世界は突っ張って生きてる者へのご褒美、息抜きの世界なんじゃないだろうか。だからこそすちゃらかに。あれ？帰っちゃうの？分かってるんだ。ミキちゃんの言いたいことは分かってるんだ。でもこだわりを捨てたら俺が俺でなくなってしまう。今はまだそんな気がするんだ。あいなちっちゃこい羽で飛んでんの。小級科学祭ムススタデーモンやるめ。ナゲット今当て出してんぞ。サタン様の命令だからな。ビルリーディ。殺せ！いや気になったな。でっけえものはぶっ壊さねえと気が済まねえ。行くぜ！バーカ！ねえ、まゆみさんどこ行ったか知らない？知らないよっちゃん！すげえ、俺バリアなんか張れるんだ。バリアすっからだ！いい！頭に血が上った。言って。シャーダリサタン様が。本社님。なんや？グモーンから落ちたんだわ。行くか。ほい。うわ！違う！
らいいもんだこのキューピー軍団は。お掃除隊の大移動、サタン様は本気だ。ゼノンを呼び寄せた。ゼノン、ダンガダガダン。お掃除隊の大移動、サタン様は本気だ。ゼノンを呼び寄せた。ゼノン、何者だ。久しぶりだなゼノン。原作では竜に化身したお前に苦戦させられたが、今度はそうはいかぬ気だ。悪魔、俺の頭先手必勝。落ちる。グルミ、大気圏外へ出るつもりだな。大気のないところへ行かれたらジェットスクランダーじゃ追えねえ。そうなの？ジェットじゃ宇宙は飛べないの。飛行機壊してどうすんの。帰れないじゃない。うるへえ、追いつけなきゃ元もこのネタロが。やり、おとととと、無重力だ。パフパフ、息ができない。なんせ宇宙だからな、空気もないんだよ。いっぱいすんなよ。ケチンボケチンボ、死んだ死んだ。あれ、窒息しないように結界の中に空気を閉じ込めてんだよ。超能力の一種か。便利だな。けどあの分しか空気がないかんな、すぐ息苦しくなってん。死ぬぞ死ぬぞ。助かった。バロー、さっさと来いよ。狭い。ついに来た。マダヤちゃん、もっと近づかれ。ダゲンチョも、これ以上は熱と重力で。
りのコロナを異次元に吹き飛ばすだけやちゃ、正体を現すちゃ。おめでたい奴らやちゃ、こんな単純な罠に引っかかろうとはの。見せたいものがあったがで招待したんだと思う。こんなにうまくいくがとはね。すべてはあたいの思うがままやちゃ。話題に抵抗しても無駄だが、さあショーの時間やちゃ。何これ？こいつがこの世界を作り、わたいたちを縮めた犯人だが。じゃあこいつ神様か？バカ言え。神様ってのはでっかくて白いローブ着てて頭に輪っかがあるんだよ。そうとは限んないぞ。えれえれ、神様ならなんかギーしてみろ。ええっ、あっ、この野郎ロケット待ち返せ。それ高いんだぞ。こいつは空間に開いた穴みたいなもんやちゃ。あんたの腕は今頃リアルな世界へ戻っとるが。ちっ、ロケットパンチを弾き返しやがった。ドナ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 、くそ、ドナ、なんでしょう。リアルでかっこいい俺ならモテモテのはずなのに。あ、何ブツブツ言ってんの？危ないやつ。とにかくあいつが悪い。そういがそういが、このスタが悪いがやね。行ってまえ行ってまえ。はい、質問。はい、不動明君。じゃあこれに入れば元の世界に戻れるんだな。可能かもしれないけど、我が身で試す気にはなならんが。試す？嫌な予感。人工重力発生！てめえらたたってやる！俺はグレて世界一嫌なデーモンになってやるからな！はじめんまいか。お母ちゃん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 ったらお母ちゃんお母ちゃんお母ちゃん。そろそろ胃がないがけ、あげられ。どいがやった？なんか見えたがけ。真っ暗だった。目つぶってるからだろうが。亀じゃダメながか。そうだ、あんたビデオカメラ積んどんがだろ。あ、うん。さっき元の世界へ帰りたがっとったにか。望みを叶えたぐらいね。え？あ、いやいやいや、僕この世界気に入っちゃったな。なんちゃって。こうしろくべー。だらが、ポトンエネルギー体であるあたいにビーム兵器が通用するかいね。やめてやめて。しっかり録画してこられ。ちぇい。な、い、ダンダダダダン。いな、い、うち、あきらくん、知らんで知らんで、ギャグなのに死んじゃったよ。よう、あきら冗談はやめられよ。
んちゃってなんて起きるつもりやろがいね。またやってしまったがいね。アキラを殺したのはこれで二度目だわ。てめえ神様なら笑っとらんとなんとかしやれ。アキラよ。不動アキラ仇は討ってやるぜ。光子力エネルギー全開セサタン。一難さんってまた一難来ないでだな。死ぬ。あれ、あ、あ、なんだおめえ気持ち悪いな。裏見て裏見て裏、うわー、すげー気持ち悪い。人面復活。人面孔、お父さんはね、星になるのよ。あれ吸い込まれないや。なんで？あ？ねえ、ちょっとサダン姉ちゃん、こいつ様子変だよ。どうしたの？いや、こうやってると変な景色が見えるんだ。なんだっけ？女のようで女でない。お釜のよう。俺の空気吸うなよな。旅は見せずに世は満足じゃ。ほらやんだよ。何が起こったの？探査球の映像と同じだ。世界が生まれんだっちゃ。関係ねえよ。助かるかもしれない。本当本当、いつ、いつ、今。間違いないがみたいだわ。そいつは新しい世界を生み出そうとしたんだ。こいつ女だったの？そうでないがで。天地創造だちゃ。あんたら人間も含めての。分かっとらんが。いや、あの神とか悪魔は弱いもんで。仕方ないわ、説明してあげら。やり例えばこのおっさんが巨大ロボットものを描こうと思う。まず巨大ロボットという漠然としたイメージ、次第にアイディアが固まっていくが、そして生み出されたのがマジンガー Z、 お前だが。へえ、生み出されちゃったのかな俺たち。悪魔と合体した少年の話はデビルマンとしてそれぞれの世界を与えられ、面白いかどうかシミュレーションされる。その場所がこの世界なが。一方はオリジナルの漫画として生まれ、面白くなかったりふさわしくなかったアイディアはこの世界に打ち捨てられんが。いい、俺たち落ちこぼれだったの。わかんねえな。そんじゃ別に等身縮まなくたっていいじゃん。
大方このおっさんの脳の容量が決まっとるせいでデータの圧縮のために縮めたんだろうわいな。新しいおもちゃを出して儲けようってんじゃないんだな。一体この世界では東京に何があったんだべ。じゃあこの世界も。そいがこの世界で新しい物語が始まんが。さあアキラを蘇らせられ。時間を戻すとかなんとかできんがけ。ちょっと問答無用、戦闘再開だじゃ。お前の神と一緒にブラックホールに落ちられ。もうやめようよ、なんだかやる気なくなっちゃった。大地、この人を吹っ飛ばしたらこの世界が。知ったことかいね、アキラのおらん世界など。私は神に反逆する者、堕天使サトイヤじゃ。やめろ。そっか、あんた、不動明のこと。なんかもうあんたと戦いたくない。必殺技の通用しないわたいとどうやって戦うわけ。方法はあるのさ、賭けだけど。そいがならばやってみられ。やめろ。ダンダダダダーン。亀に負けると何をした。晩飯を抜きだかんな。はあ、子供だよね。みんな幼児体系だからようわからん。子供で悪いか。関東じゃそんなこと関係ねえ。まあそう言いたずな。私は大して怪しいもんではねえ。おめだりさ、ちょこっと尋ねていいことがあるだけだ。どう見ても怪しいぞ。悪者の顔でしょ。俺もそう思うね。お店言われる筋合いに。すいません、おっちゃんたちよそもんだね。あの飛行機から落っこったのかい。まあそんなとこだ。ついてこいよ、俺たちも見物に行くところだったんだ。汚ねえ格好してん。親はいねえのか。親はてめえクソのクソガキ、これじゃカムハメハじゃねえかよ。この
だ俺は何があったんだ。思い出せん。俺は誰だ。なんで裸なんだ。笑われるのは嫌いだ。アスカリオだったもんよ。記憶も武器も失い、この新世界関東で一から出直すなよか。この世界では東京で何が起こったことになってんだ。起こったことになってる？この世界つまりなぜこんなにぶっ壊れてんだってことだ。こいつらちょっと違うんでねえか。おっちゃん、よそ見してると落ちるよ。うわー、こりゃまたすごい地震があったんだよ。でっかいのです。関東地獄地震、東京は全滅さ。父ちゃんも姉ちゃんもみんな死んだ。人間の作ったものはみんなぶっ壊れたよ。ビルも道路も人間の心もね。せいせいしたもんさ、自然の掟ってやつは。生きてて欲しかった人もそうじゃねえやつも区別なんかありゃしねえ。うっ、でもってここは弱肉強食の無法地帯になっちまった。今じゃ誰も東京なんて呼びはしない。ここは関東だ。ふえ、派手にやっちゃったな。残ったの首だけか。ま、一番複雑な部分が無事なんだし、なんとか直せるっしょ。神様は無事かな。なんせ目の前で自爆攻撃やらかしちまったからな。じゃあ壁のたたり、名前だ名前だ、成仏してくれ名前だ。意外と迷信深いらしいね。だな。亀と小路。ただなりたくないか。だったら俺の子分になれ。俺亀。なりますなります。え、あんたは亀を住んでますか。あしらまで。何やってんだか。大人のくせにバカでしょ。目で目で、さやかさん落としてくれ。小四郎研究所、半重力エンジンは無事か。あとは燃料電池だ。ね、もう無事だったかバルガス。待ってよ、絶対助けてやるから。さやかさん、ダメか。さすがに電波届かないみたい。その頭の飛行機でさ、ヒュンと帰ろうよ。いや、パイルダーじゃ宇宙飛べないからダメなの。そこをなんとか。今度ばっかりはな。お、そっち焼けてるぞ。気ぃつけろよ。どう、食うか。くれんのか。食う食う食う。お客さんだからな、どれでも好きなの選べよ。俺買える、ね、なんか悪いな。特別だよ。じゃあ芋虫。うわー、買える、生き返る。芋虫も行ってみよっかな。うわうわ、もう返せ。うわあ、気持ち悪い。うんちとかも食わしてみようぜ。おい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 、ここであいつらと暮らすのも悪くないか。地震だ。ブトコウジ、ここはおはんのいるべき世界じゃなかと。で
だおめえは。どこにいようと俺の勝手だろ。本心世界はあんこたちのもんじゃ。今破壊された関東を舞台に再生の物語が始まろうとしちょう。やったー。あんこたちが自分で作る物語ばい。ここにはおはんら人生の定まったもののいるべき場所じゃなかと。おはんの世界へ帰り。そんな怖い顔しなくたってわかってるよ。俺だってあっちの世界にまだやり残したことがあるんだ。ローンかの。なんで知ってるんだよって俺。あんたとどっかで会ったことがあるよな。前世でな。前世？おいはバイオレンスジャック牧村美希によろしくの。え？おいちょっと待てよ。何え？よし。バルカスをトランス代わりにして燃料電池と反重力エンジンばつなげば、お前のパイルダーを制御装置にして宇宙船の出来上がりだ。空気はどうすんだ？亀、任しとけ。亀。なんかな、悪党と手を結ぶのは気が進まんな。親分の命令だぞ。しゃあねえ、やるか。ガンマンビー！帰っちゃうのか。よーいのせ！ぐまし、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 よし、消え！ファイルダーにコントロールしろ！コントロールはスクランダーと同じだって言ってたな。よし、あれこっちか。わあ、気絶してら。少しちびってるみたいでしゅ。俺たちは自分の国へ帰るけど、お前たちどうする？どこでも好きなところへ連れてってやるぞ。うん、本当に行きたいならな。ねえ、やめとくよ。ここが俺たちの居場所さ。もう誰かの掟ができちまってるところへなんか行っても窮屈なだけだもんな。よし、よく言った。じゃあお別れだ。まず名前ぐらい教えとけ。タクマ、タクマリュウ。プンタです。うわ、よし、神様も無事だったみたいだ。マシーンゴー、元気でな。景色だよ、神が出よ。パンパカパンパンパン、勉強しろよ。パンパカパンパン、勉強行けよ。バイ、行っちゃった。ブンタ、震災砦まで競争だ。待ってよ。ほらほら、どうしたブンタ。あた、よくご無事で。人面子、しばらく見ないうちに大きくなったな。父ちゃん、チビ、クソゴキョウ。トウジ君、さやかさん、帰ってきたよ。無事でよかった。マジンガーはやられちゃったけど、これでみんな丸く収まってない。
ょ。知らん。おいは不動明じゃなか。姿形を変えたってダメよ。女の金わかってまう。サタン様はどこだ。来るな。ここはおまんらのいるべき世界じゃなかと。無駄だて。女に理屈は通用せへんの。こらおわん、なんとかし。やめんか、くんくんな。さあさあ、正体を現してっちょ。ヘルプミーボーイ。Thank you.